ラグナロクですか。神々の運命って意味らしいですね。北欧神話の世界における終末の日のことらしいですね。昔の神話って色々あるんですね。なんだか気になってきました。ということで皆さんこんにちは。ほむほむ相談事務所秘書の指導レミです。皆さんは昔の神話とか、勇者だったり魔法使いだったり、ファンタジーの世界の登場人物わかりますか？なんだかんだ勇者とか憧れますよねー。魔法使いでも良さそうですけどね。お客さんですかね。今回は誰でしょうか。どうぞ入ってください。どうも、皆様こんにちはですわ。私の名前はヴィーナス。ラグナロク文庫でマネージャーをやっていますわ。ヴィーナスさんですね。本名は確か。よし。5本、行ったら移動しますわよ。移動って何ですか。いや、そんなことより相談しますわよ。あ、そうでしたね。それじゃあ今回の相談は何ですか？今回は私の高校、ラグナロク分校の解説をしてほしいんですわ。パワプロ2013でも一番謎が多い高校ですからね。なるほど。確かにパワプロ2013の中、というよりもパワプロ作品自体にも異色のシナリオになっていますからね。頼みますわよ。私がこの世界で生きていくのか決めていくのですからね。何やら意味深ですね。了解です。私にお任せください。それじゃあ開始しますよ。それではラグナロク分校とはどのような高校なのかを説明させていただきます。ラグナロク分校の主人公は両親の仕事の都合でこの高校に転校してきます。小さな学校であるが、野球部には超高校級の選手が集まっていた。しかし主人公が野球部に馴染んでいくにつれ、奇妙な出来事が連発しますね。奇妙な出来事とは、あのことですね。それは後ほど。このシナリオの特徴は、デッキ変更を複数回可能、精神経験点を消費してデッキキャラのイベントを強制発動、デッキキャラごとに最終奥義で能力上昇、の3つ。また、練習効率が著しく悪いことや、デッキキャラの初期好感度がレアリティ問わず最大であることも特徴の5つ。また、精神ポイントを利用することで、デッキにセットしたキャラのランダムイベントを発生させていき、さらに精神経験点が一定以上の時、ランダムイベントにてイベントキャラから最終奥義、アルティメット、アーツを伝授され、練習レベルや能力の強化が得られるが、キャラによっては膨大な精神経験点が必要になりますね。キャラの出会いも省略されていますものね。というのがラグナロク分校の仕様ですね。それじゃあこれからこのシナリオの一番の特徴である部分、世界移動について説明させていただきます。世界移動、先ほど説明させていただいた奇妙な出来事が連発する。これこそが平行移動ですね。ラグナロク分校は平行世界を交差する特異点にあるという設定。そのため、時空が歪み続けており、3ヶ月に一度定期的に崩壊してしまいます。崩壊するんですの。つまり、3ヶ月に一度世界を移動しなければいけないということですね。この世界を移動する方法は、特異点であるグラウンドに行き強く願うこと。その願いを聞き届けた別の世界に移動するということですね。それに気づいた私は最強の野球部を作るために世界を飛び続けていたんですわよね。これが移動の秘密ですね。なので、この高校にもともといた固有キャラは、ヴィーナスさんとヒノさんだけだったんですよ。なので、他の固有キャラクターは全て全員別世界の人間なんですよ。影響を受ける範囲はどこまでなの？グラウンド内だということは分かっていますが、厳密には分かっていないんですよ。ですが、自分自身が世界を移動するということだから、自分の知っている人物の人格が変わる、家の内装がちょっと変わるといった感じで、大きい影響から小さい影響まで様々な影響がありますね。もちろん家族の人格も変わることがありますわね。次に世界を移動するときに同じ人間が増えるのかという問題点ですね。結論から言うと同じ人間は二人以上存在しない。特異点にいる人間の意思が反映されるので、公約佐野などの強い選手が次の世界で入れ替わることはない。そうなんですね。じゃあ私たちの元の世界に戻ることってできますの？グラウンドにいる人物の共通の意思が働いており、ラグナロクの人物は基本的に元に戻りたくない人物。なので、全員の共通の意思が働ければ元の世界に戻れる可能性はありますね。また、甲子園決勝ではパワプロシリーズの能力の高いキャラがたくさんいる。パワフル学園と試合をすることになりますね。まさにラスボスという感じですわね。
以上がこのラグナロク分校の設定ですね。なるほど。でもこの高校が平行世界移動できるってことが分かったんだけど、それによってパワプロの世界に与えた影響って何かあるの？それこそがラグナロク分校の考察なんですよ。この高校はパワプロ2013の最後に出た高校、世界移動などの色々な秘密がある高校で、パワプロ2013のラストの高校としては、一番ベストな高校だと思うんですよ。パワプロ2013は今までの家庭用パワプロシリーズの登場人物の設定が違い、登場人物が様々なチームにいます。例えば、川星穂村さんがジャスミン、友沢さんが激闘第一、上高さんも文部。つまり、家庭用シリーズのパワプロの所属チームではないことがわかるんですよ。しかも、年齢設定もこの作品は今までの家庭用パワプロをガン無視。少なくともパワプロの世界に異変が起こったことは間違いないですね。確かに2013からパワプロの色々な設定が大きく変わった気がしますわ。そうなんですよ。この影響こそがラグナロク分校の影響だと考えられます。ラグナロク分校の移動によって発生する影響は、パワフル学園のチーム全員がパワプロの主要キャラや強いキャラクターに変わっていることから、他の高校にも影響が出ているということですね。ということを考えると他の高校も影響を受けている？その可能性は十分にあります。なので、他のキャラクターが別高校にいる理由もこれで説明できると思います。確かに他のチームの選手が別の高校に移動したことはわかりますが、年齢まで変わっているのはおかしいんじゃありません。いえ、年齢まで変わっているのではなく、パワプロキャラクターが同年代、もしくは一つ下の年代、この世界に主人公たちが移動したのではと考えられます。ということは、チームメイトが変わったのではなく、この世界自体がラグナロクの移動によってすでに開始させられてるってことですの。そう考えられますね。そのように考えれば様々なキャラクターが同年代で、別々の高校に存在している、という風に結論付けられます。まさかパワプロ2013の世界全体に影響していたとは、私たちはとんでもないことを。ヴィーナスさんの家庭事情とかはわかりますが、やりすぎてしまいましたね。そんな、ことって。しかも、この世界移動は簡単にできるようで、実はとても危険なことなんですよ。どうしてですの？先ほど説明させていただいた通り、日野くんは妹の人格が変わってしまったことから、本来の妹を失ってしまった。家族を失ってしまいましたね。危険といえば危険ですが、もう一つ危険なことがあり、世界移動に失敗してしまうと、何もない世界に永遠に閉じ込められてしまい、野球人生が終了してしまいますね。これはパワプロのゲームオーバーで、死、を連想させられますね。何もない空間でこんなこと、世界移動ってこんなに恐ろしいの？世界移動というのは本当に危険なことなんですよ。そんな、以上がラグナロク分校の説明ですね。なんだかパワポケみたいな高校ですわね。でも、パワポケはいろいろな登場人物が存在しますからね。今回はパワプロの変わった高校をお伝えしました。了解ですわ。それではまとめです。ラグナロク分校はパワフル学園の分校。世界を移動することができ、世界を移動してしまった場合家族の人格やチームメイトの人格、チームメイト自体も変化してしまう。パワプロ2013の世界を作った高校なのではと考えられますね。こんな高校に私たちはいたんですわね。ラグナロク分校は登場人物も変わっているし、いろいろと面白い高校になっていますね。パワプロのシナリオもこんなシナリオがあるんですよ。パワプロアプリの世界も私たちの影響って出てるんですかね。いや、影響が出ているというよりも、そのような世界が平行世界に存在していた、ということになりますね。なので、ラグナロク分校自体のせいではなく、もともとアプリの世界があったと考えられますね。そうですか。まあでも私はアプリに実装されていませんからね。2013キャラクターはたくさんアプリに出ているので、私もそろそろ出たいですわね。確かに。なかなか新しいキャラクターが多くて、ヴィーナスさんを実装するスペースがないのかもしれないですね。大丈夫。魔法使いも戦士も実装されてないから、私が日野くんと鋼くんの次に実装されるわよ。大丈夫です。まだヤベモンくんもいません。そういえばそうでしたわね。いつか実装されることを祈ってますわ。それでは、皆さんは世界を移動したいと思ったことはありませんか？私は移動したいですねー。違う世界を見てみたいです。
まあでも、最終的には戻ってきたいですけどね。ということで、この動画を終了させていただきます。それでは、さよなら。